サイモンサイド丘陵、サイモンサイドドワーフは、イングランド最北部、ノーサンバーランド州サイモンサイド丘陵に伝わる、醜い小人である。ブラウンマンボーグのあるいはデュエルガルの名でも知られる。彼らの蝶の名はロアリーであると伝わっている。デュワーガーという単語は、このルド語で小人、もしくは、小人たちを意味するドベルグから由来している。あるいは、ドーク、ドワーチ、デュアーチ。 デュワーグ及びディブといったイングランドとスコットランドの境界線地域における小人を表す方言に、コノルド語での複数形、あるをつけたものだとされる。これら標準英語におけるドワーフを意味する方言は、古英語のドエグ、中英語のドウアやダワーグが由来である。フレデリック・グライスが表した民間伝承書、ホークテールズ・オブ・ザ・ノース・カントリーによれば、そのうち一人は、 羊毛のコート、モグラの皮であつらえたズボンと靴、羽飾りのついた苔で作った帽子をかぶった小人だと紹介されている。サイモンサイドドワーフの伝承は1889年に地元紙、モーペスガゼットと1930年にティンダルによるレジェンズフォークロア・オブ・ノーサンブリアにて言及された。 それによると、彼らは、日没後にウィル・オイスプのような光を発する明かりで、旅人を沢に誘い、迷わせることを楽しみ、明け方になると消えると伝えている。1902年には、チャールズ・ J ・チビッツが、イングリッシュ・フェアリー・テイルズ、フォークロ・アンド・レ・ジェンズを表し、ザ・デュアーガーの章で、サイモン・サイド丘陵の伝承として、荒野を歩き回った旅人が、二つの石と古い、 門中のある小屋の明かりを見つけ、膝ほどの高さの小人と過ごした奇妙な人世の物語を紹介している。ありがとうございます。